アばしり監獄前で掃除をする西川虎吉の人形、西川虎吉は日本において過去に脱獄を最も多く行ったことで知られた、いわゆる脱獄魔。後実するエピソードから五寸句に虎吉の異名を取る。西川は安政元年伊勢国太機群をとご佐田村で被差別部落の貧農の次男として生まれた。生まれながらに人並み外れた運動能力を持っていたと伝わっている。 西川が最初に罪を犯し牢獄に入ることとなったのは14歳の時であった。自分を可愛がっていた叔父が、博打の揉め事で殺され、その仇討ちとして殺した人物に刀で襲いかかり、さらに家に火を放った。無期懲役の刑を受け、地元三重の牢獄に服すこととなった。まだ若く、またその犯した罪が、仇討ちとあって、牢獄では受刑者たちに可愛がられていたが、 あだとなる人物が生きていることが分かったため、受刑者たちの助けを借りて脱獄、その後肝心のあだちがならぬうちに捕獲され、再び、三重の牢獄に収容されたが、またもや受刑者たちの力を借りて脱獄した。そして、一角の賭博士として、全国の賭場を渡り歩いたが再度捕獲、次は、秋田の州時間に入れられたがさらにまた脱走した。西川の体力には、 波外れたものがあり、秋田刑務所から脱獄する際、五寸釘の刺さった板を足で踏んだが、そのままついに捕まるまで約12キロを逃げ切ったという伝説が生まれ、それが五寸釘、虎吉の名の元となった。静岡で捕まってからは、一旦東京の小菅を経て、北海道のカバト州時間へ送られた。カバトには凶悪犯が集められ、虎吉の他にも、 偽札作りの熊坂長安、海賊、房次郎などの日本犯罪史のビッグネームが揃っており、おもりのついた鎖につながれた衆との顔ぶれに、群馬県の幕都で残悔履歴を書いた、上沢丹次郎も驚きを書き残した。カバトからも脱獄し、その後熊本で捕まり、道内の空地修士館へ送られ、さらに道内の渋茶修士館に移された。明治23年3月、 しべちゃ州次官が網走に引っ越して、網走刑務所になるに伴い、網走へ移った。最初の殺人未遂や放火に加えて脱獄した道中で起こした様々な犯罪、それに脱獄そのものによって、西川は非常に長い刑期を持つに至ったが、空地に送られてからは良い監修に当たったこともあって一貫して、模範囚であり、最後には刑務所の敷地内を自由に移動できるほど、 信頼の置かれた状況となった。大正13年の9月3日、当時71歳という高齢を理由として、ついに、網走刑務所を仮出所するに至った。出所してからの西川は、様々な工業史に利用されてその波乱万丈に満ちた、生涯を語るなどして、人気を博した。昭和の初期には、故郷を三重県滝郡の息子に引き取られ、昭和16年、 87歳で死去した。虎吉は、被差別ブラ民であったため全国水平社の関心を引き、水平社の帰還し、水平第2号には、町ちちが、社会公団反逆事後寸句に、虎吉を載せた。水平が2号で廃刊になったため、続いて発刊された水平新聞の第1号以降に、続きが掲載されたが、ワイケの失踪により5号で中絶している。 水平新聞第5号には、編集部による、この講談の主人公、西川寅吉さんは、去る9月10日、北海道の監獄から40年ぶりに、ひょっこり生まれ故郷の定へ帰られたから、同志を訪問して、その訪問期でも、この次を続けようと思っています。71歳の寅さんは、現下の水平運動を見て、どんな感じが起こるだろうとの吹きが乗っている。 ただしこの訪問期は実現しなかった。ありがとうございます。